こんにちは、池田真由美です。今日もよろしくお願いします。今日は強運体質セッション、強運体質講座、強運体質セミナーを受講してくださっている方へメッセージをお届けしたいと思います。最後までご覧ください。セッションと受けてくださっている方っていうのは、最悪なパターンを何度も繰り返しているであったり、もう人によってはこんな形でやってくるかっていう最悪のパターンを経験されている方もかなり多いんですね。でもそのやってくるパターンはもう乗り越える前に来ているっていうサインでもあります。本当に辛い方、苦しい方いらっしゃいます。でも何も心配いりません。この状況はギフトだと思ってください。このパターンをもう乗り越えてしまえばやってきませんので、それは安心していてくださいね。それを乗り越えるために私もセッションをさせていただいています。そうですね、期限を切るとしたらとりあえず今年の4月、また遅くても6月までには新しい人生に向かって、幸せに向かって一緒に歩いていきたいなと思っています。本当に心配しないでください。それを今回皆様にお伝えしたくて、動画で皆さんへ送らせていただきました。私はいつもあなたを応援しています。ありがとうございました。ではまた。